佐藤信長は、日本の元プロバスケットボール選手、指導者。東京都東久留米市出身。現役時代のポジションは、ポイントガード。パナソニックトライアンズなどに所属していた。中学で、野代に移りバスケを始める。野代工業高校で、ウィンターカップ連覇を経験。その後、明治大学を経て、1993年に、 住友金属に入社。1998年にバスケ部が急部となったため、愛心世紀へ移籍。スーパーリーグやオールジャパンの優勝に貢献する。2005年、スーパーリーグに新規参入となる、福岡レッドファルコンズへ移籍するが、シーズン半ばで解散したため、松下電機へ移籍した。2008年3月、現役を引退し、同年4月、母校である。 野代工業高校の監督になる。2015年3月、秋田県教員を退職し、野代工業監督を退任する。同年より当時、TKBJ リーグ所属の青森ワッツのヘッドコーチに就任。2015から16シーズンは、イースタンカンファレンス8位で、プレーオフに進出した。B リーグが発足した翌シーズン以降も、青森でヘッドコーチを務めた。 2017から18シーズン途中の2月26日に退任。ノンフィクション作品5の主要登場人物の一人である、プレイヤー監督、ありがとうございます。